ポスト米英時代。偽キムチマスコミの世論調査が発表状態だが、米英バビロンが数字を作っているのがバレバレである。若者が見捨てた媒体である。投稿者ポスト米英時代日時2013年5月13日23時間45分56秒。偽キムチマスコミの世論調査が発表状態だが、米英バビロンが数字を作っているのがバレバレである。若者が見捨てた媒体である。原発や TPP が、賛成が多いだの小沢新党の支持率がゼロだの、あからさますぎてバレバレなのである。もう若者だけでなく上の世代も、外国並みにマスコミを信用しておらず、いくらクソジジイに都合の良い数字を出しても無駄なのである。何度指摘されても、地デジを使ったリアルタイム万人世論調査をせず、密室で少ないサンプルの数字を加工して発表するが、不正選挙と同じでフルオープンでなければ、電通がクソジジイの指示でデタラメの数字を作り、それを偽キムチマスコミが発表しているのが、バレバレなのである。いくら、日本人が他人と似たような行動をしないと不安であると言っても、限度問題であり、種も仕掛けもございますと言いながら手品をやっているようなもので、バカいな岩ガキでもその数字を鵜呑みにするというより、偽キムチマスコミの連中は脳みそ大丈夫かと、そのバカさ加減を哀れむだけなのである。我々を騙したいなら、もっとマシな方法で、これこれこういうプロセスで公正に集計しておりますと、騙せばいいものを、密室で集計して、その方法は一切公表するつもりはございませんと開き直っており、これでは信用したくても信用のしようがないのである。もはやマスコミの幹部が偽キムチで、テレビや新聞が高い評価を与えているものは、基本的に米英バビロンのパシリと認定されているのであり、御用学者やキャスターによる、数字の裏付けの補強など、逆効果なのである。プロセスの公開がない限り、デタラメと受け取られても自業自得であり、実際そうである。一方通行メディアはもう成り立たないと、知るべきである。ポスト米英時代、福島、和歌山、茨城、宮城震度2、モグラ叩きのような飛び石地震である。米英バビロンのプラズマ兵器の人工地震だからである。投稿者ポスト米英時代日時2013年5月14日8時間28分30秒。福島、和歌山、茨城、宮城震度2、モグラ叩きのような飛び石地震である。米英バビロンのプラズマ兵器の人工地震だからである。米英バビロンは311を自然地震と言い張るために、偽キムチ気象庁と偽キムチマスコミに、プレート理論で解説させたはずである。であるならば、日本列島を板に例えると、その継ぎ目で地震が起きるならまだわかるが、乱れ打ちのような起き方はしないはずなのに、超ムカつく小沢の東北を狙ってやれとか、ついでに南海地震を起こしてやれとか、文学的というか感情的に説明がつく起き方はせず、地理的に起きるはずだが、そうならないのは、クソジジイが地震の巣を、ピンポイントで狙って起こしているからで、阪神大震災で使われ出した直下型地震というのは、直下型核爆発と、今より未熟な技術だったと思うが、プラズマ照射によるものだったからである。それが、米英でアリバイ的に起こすようになった地震や、偽イスラエルでは起きないのに、早期イランでは大地震が連発したり、連中の言うことを聞かない国で起きたり、対米債権国ばかりで致命的な地震が起きる理由である。したがって、神の怒りに触れたからだとか、太陽フレアがどうだとかいうのは口実で、連中がショックドクトリン詐欺として、起こしているということである。地震兵器というのは麻薬のようなもので、一度使うと、バレないように少し感覚を置こうとか頭では分かっても、手が震えてクリック中毒みたいに、押さずに折れなくなるようで、それでバレてしまうのである。ロシアサイトなどは、空襲警報発令みたいに、ミッドフィルダーみたいに、クソジジイがあそこに起こそうとしているぞと、ズバリ場所を指摘し始めたが、ここまでやられると、さすがの連中も躊躇せざるを得ず、かといって中止するのも尺で、舌打ちをしながら、私の通信簿の常連みたいな規模の地震を起こしているわけである。人間万事とは言うな、何が幸いするかわからぬもので、理科や数学をサボっていた私は、連中の先祖が教科書に盛り込んだ、嘘の定理や法則を、アバウトにしか勉強しなかったから、例えばプレート理論も疑うことができるし、理系の採用が長かったから、多少は論理的思考も身につき、連中の三段論法を鵜呑みにしてしまう優等生と違って、それいくねと、見抜くことができるわけで、勉強のしすぎはバカになるから、全国の良い子の皆さんは、オール5などという気味の悪い通信簿を目指さずに、栄養のバランスと同じで、1から5までまんべんなく受賞するのが、その後の人生にとっては大事である。赤いリンゴやキャバ嬢に、唇を寄せた時に、1の気持ちも5の気持ちもわからぬようでは、ピチピチギャルにモテないし、天下人に離れないのである。そういうわけで、クソジジイ派、ハゲなしが隠してプリプリ感のなくなった、シワシワでぺったんこの、尻隠さずのアホだということである。ポスト米英時代、偽キムチ猪瀬に続き偽部落発したな、偽キムチ前原級の不用意発言、米英バビロンのパシリは、八百長当選の弱さが出てしまうのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年5月14日17時間34分32秒、偽キムチ猪瀬に続き偽部落発したな、偽キムチ前原級の不用意発言、米英バビロンのパシリは、八百長当選の弱さが出てしまうのである。人望のある日本人が周囲に押されて、それでも苦労して、老若男女誰にでも理解される話し方を身につけていくものだが、偽キムチは最初から米英バビロンが八百長当選を用意するから、有権者に鍛えられぬまま、実力不相応のポジションを与えられ、もともと常に傷のつ欠陥偽キムチが、パシリに採用されるという構造上の問題と相まって、地方議員でもしない幼稚な不用意発言をしてしまうのである。前原などは、とっくに議員辞職せねばならないことを何度もしでかしているが、偽キムチ小泉やブッシュもひどかったな。
その上を行くあからさまな偽キムチマスコミのようので、息ながらえており、大物の貫禄というよりも、補助輪付きとかおむつ付きという感じで、お子様ランチが定着して、未だにネット族にまともな名字で呼んでもらえないバカさ加減を晒しているな。橋下がその上を行くバカさを晒し、もはや風前の灯火だったな。完全に若者代表というポジションを失ったな。こちらも用心深くバカを隠しながら、しかしバカさがスルメのように染み出てしまう小泉のバカ息子に、ブービー競争で水を開けられてしまったようである。米英バビロンは、いい加減顔が似ているからというだけで、偽キムチを日本人になりすませて、傀儡統治をすることは諦めるべきである。釈迦に説法だな。自分たちも何代なりすましの世襲を重ねても、欧米貴族らしさやユダヤ人らしさが身につかず、ただの海賊であり、白色偽ユダヤであることがバレバレで、品というものが身につかないが、そっくりさんが本物に離れないように、本物より本物らしさを磨いたところで、勘どころが違うから結局は、気づいてみたら海賊の本性丸出しで、汚い出自がバレバレなわけだな。親が目こがめで下品な出自の偽キムチを、日本の支配層に潜り込ませて、クネの戸籍も与えて、偽貴族の身分で武装させても、先日の民主党大反省会ではないが、自己反省ゼロで、この後に及んで小沢に責任転嫁する空き缶、枝野、前原、野田ブーラ、偽キムチの卑怯さ全開で、日本人でないことがバレバレになってしまったな。荒井翔慶のように、哲学までパクる覚悟がなく、演技だけで日本人になりすましても、せいぜい老害石原レベルな限界と知るべきで、なりすまし詐欺はもう、通用しない時代なのである。小渕の娘や小泉のバカ息子が、アホ大学の裏口コンプを解消するために、名門大学の大学院裏口入卒という肩書きを身につけたら、学歴ロンダリングと言われ、大学の評判を落とすという顛末だったな。欧州貴族なりすましもユダヤ人なりすましも、キリスト教徒なりすましも、身分ロンダリング民族ロンダリング、信教ロンダリングに過ぎず、連中に合わせて本家の評判が落ちるだけの話で、若者からあんな貴族ならいらなくね、凶暴な連中のシオニズム意味なくね、キリスト教って詐欺臭くねと思われるだけで、権威の足しにならず、伝統詐欺が、全く通用しなくなってしまったのである。ポスト米英時代、ワンピのホグバックはダビストック研究所の擬人化、ゾンビはチップ埋め込みの比喩、米英バビロンのバカの果てを風刺である。投稿者ポスト米英時代日時2013年5月14日に10時間59分1秒、ワンピのホグバックはダビストック研究所の擬人化、ゾンビはチップ埋め込みの比喩、米英バビロンのバカの果てを風刺である。現在364話を鑑賞中だな。ハシレメロスのパクリあり、フランダースの犬のネロ少年がスケベで、勇敢な青年将校になったキャラあり、プレイガールに峰藤子に、11PM にユミカオルの入浴シーンあり、解決ライオン丸な虎の穴に入って、ライオンマスクとしてローマ法王の帽子をかぶってのデビューあり、米英バビロンのクソジジイをここまで小バカにしたアニメは、前代未聞である。基本はロンパールームとピンポンパンと、ポンキッキを高校生向けにした、ヤングニと肛門という感じである。もう何をパクっているのか、あげればキリがないくらいで、卒業のダスチン・ホフマンの代わりに、7人の侍が教会に出かけて花嫁を、7人8脚をしながら奪還しに出かけるシーンありで、ドリフトゲバゲバ90分風味に仕上げたアクションものという感じで、これぞ何でもありの大和魂という感じで、さすが無節操で真面目な日本アニメである。ドストエフスキーに、ギャグ漫画を描かせたような感覚は、新食感アイスみたいで、ジャム入りラーメンのような完全懲悪ものは、今風である。米英バビロン2000年の、膨大で馬鹿げた悪行の歴史を表現するには、このような手法で凝縮するしか方法がなく、それだけ連中の歴史が、実にくだらないものであるということである。一体500話あたりがどうなっているのか、さすがの私も想像がつかないが、ここまで連中の単細胞加減と、さりげなく非公開兵器の原理を暴露されては、連中ももうショックドクトリン詐欺は無理である。ネットを見ると、有志が英語、普通語、スペイン語、アラビア語に訳して流しているようで、世界中な連中に恐怖を感じるよりも、バカにし始めており、ニューワールドオーダーなど無理である。連中は誰かに似ていると思ったら、一時期職案を悩ませた、大企業の部長ができますという脳なしの連中そっくりであり、立場は経営者だな。技術屋でも職人でもなく、駒を動かすことしかできず、それも人望で動かせたなら大したものだな。暴力と買収だけで動かしているだけであり、部長のスキルすらない世襲バカであり、ましてやなりすましの世襲で、優秀なパシリがいなければ、何もできないアホである。自分では支配者のつもりだな。頭脳労働も単純労働もできず、怒鳴ってばかりのバカで、人工知能の出すベストなアドバイスも活かせず、我を張って自滅していくのが目に見えるようである。ため息の出るアホである。